要するに私は店のナンバーワンを目指せばいいわけですね。自信のほどは？できるかできないか保証はできません。ただやるだけです。どこまでについてきますよ。いやちょっともう目が楽しそうだもんね。あ、変わったね。捜査がクイーンルージュに行きましょう。前にも一度潜入したお店です。うまくやれますと。あ、これ一緒に動けるんだ。あ、来てくれないのか。なんだ、あ、来てくれる。これ、なんか行動できないのかな。あ、だいぶ制限されてるね。あ、でもなんかちょっと、あ、無理か。この辺行けるかなって思ったけど、ここが目的地なので多分制限されるのかな。へえ。こんな美女、これ沙織さんがね変装すると男どもがもう振り向いて止まらないわけなんですけども、今回そういうのはないのか。ちょっとおいこれはもはや不審者か。ちょっとなんか裏路地とか行ったらさ、うわ、これ懐かしいサウナ御殿、前作ジャッジアイズの序盤の方で、あー、すいませんね、たわわな何かが当たりましたか。と、前作のジャッジアイズ序盤で結構捜査に入る場所なんですけれども、あー、なんか男どもが、あー、獣どもが見たりはしてくれないんだな。お、これラーメン、わー、ちょっと無理か。ギリギリここがなんか言われるかな、出勤前に。沙織さん、そっちじゃない、クイーンルージュに行くんだ。いや、いいじゃん、大人の街カムロ町をさ、こんな格好で沙織さんが歩くのめったにないんだから。いや、でも沙織さんもなんかもうこの3階、お、どうしたどうした、あ、俺のせいか、どうした、え、ちょ、お前は俺に声かけろ、俺というか私にお前ディフェンス力高えな。今のバスケだったら結構評価されるディフェンスしてたよ。で、ここですね、前にも入った、そう、ここなんかね階段なんですよ。地下にお店があるんだったかな。このお店、近くを通ることはありますけど、中に入るのは久しぶりです。店長、沙織さんのこと覚えてたよ。前も一晩だけじゃなくて本当はずっといてほしかったってさ。潜入キャバ嬢、再びですね。だいぶ楽しそうにやってくれてんね。その前にこれ渡して。いいことだけど、無線のイヤホン、うまく阿久津のところに行けることになったらそれで連絡を取り合おう。何かやばい時はすぐ助けられるようにして。ああ、だとしたらこの髪を下ろした背中は八神さんに預けます。うん、ヘアメイクしたの良かったかもしれないね。それじゃあよろしく。イヤホンとかしててもバレないもんな。いや、でもそっか、店長変わってないで話早いかもしれない。ああ、こいつだ。ああ、沙織さん、本当に沙織さんだね。こいつからしたら伝説のキャバ嬢だもんね。やっぱり別格の美しさだよ。君を見てると店の全盛期を思い出すな。いや、めちゃくちゃ可愛い、本当に。店長、元気元気。ああ、いや、そうでもないか。前に来てもらった時はここを高級店で売ってたんだけど、それじゃあなかなか苦しいってことになってね。なんかそうみたいだね。早い、安い、接客はまあまあって感じの方針だ。だとしたらちょっとミスったから、ええ、この感じは。話は少し聞いてます。大きな声じゃ言えないけど、前のオーナーが賭け麻雀ではめられちゃってさ。で、経営を RK に乗っ取られちゃったんだよ。そんな裏事情があるんだ。いや、よそと同じく格安路線に変えられちゃったわけ。でもさ、そうなると回転上げないと儲からないし、女の子の質も下がってるもんね。てかこれ、回転してる？もう見込みのある子には RK からお声がかかると。回転してる？お客さんゼロだけど。そうそう、よく知ってるね。RK は稼げる人、力のある人には待遇がいいんだよ。これをって子がいるとボーナス渡して気前のいいとこを見せようとするわけ。まあ阿久津さんってのが可愛いことも見たいだけかもしれないけど。別に可愛く集めて高級路線のお店を作ってるとかそういうわけではないんだな、引き抜きというか。目的は RK 幹部阿久津の居所をつかむこと。店のナンバーワンになるのはほんのついでです。うわ、かっこいいな。前回もなんかナンバーワンになったんだっけ。別にそこまでは言ってないけど、なんかキャバ嬢友達できてたよね、前作だと。
だから本気で楽しんじゃダメですよ。綺麗に着飾ってても今は仕事なんです。阿久津さんとはどちらで会えるんですか？場所は特に決まってないな。いつも向こうの気分次第でね。もうボーナスもらう気満々じゃないな。でもきっと沙織さんならいけると思う。動きがちょっとうぜえよ。普通の会話でその動きされたら俺ちょっと友達にはなれないわ。聞こえる？沙織さん。ええ。入店は問題なかったみたいだな。俺は今のうちに助っ人を呼んでくるよ。あ、助っ人か。なあ、阿久津に会えるようになったら全員でかかれるようにね。それまで頼んだ。いいですか、今から私は店のナンバーワンです。もうなったんだ、もうなってるんだね。接客の鉄則は相手を褒めること。そう、沙織さん接客ってなるとすごく口が回る人なので、まあ弁護士さんだから本来そうなのかもしんないんだけど、いやーでももうメイクもバッチリですから早速行きましょう。あー、やるんです。沙織、もしついた客が実の父親でもふにゃふにゃになるまで褒め倒すんです。あら、あんたが店長の連れてきた大型新人さん？なんか思ったより年がいってるみたいな。まあ確かに、あの沙織と言います。どうぞよろしく。レベルがちげえわここの。あんた今までどこの店で働いてたの？明らかに衣装のレベルが下がってるもんね。普段は普通に事務仕事なんですけど、2年ほど前に一度こちらでお世話になったことがあるんです。何それ、気が向いた時だけのパートってこと？この仕事慣れてる？ちょっとなんか左の人なんかノーメイクに見えるもんな。そんなお気楽な仕事だと思われるのは心外なんだけど。ちょっとすっぴん目に見えるしね。ごもっともです。では今夜はお二人からプロのお手並みをとくと見せていただけると楽しみです。前作でここ潜入した時にはみんな、その口の衣装とかもこうやって休憩時間に新入りをいびるのも華やかだった気がするんだけど。いけませんね、すぐそんな怖い顔したら。お客様が楽しめなくなってしまいますよ。こんな場所でもいじめはあるんだな。見た目だけの勘違い女かと思ったら案外気合入ってんじゃん。ちょっとメグ、新入りにこんなでかい態度許していいの？この世界は実力主義だからね。仕事ができれば文句はないよ。お二人の足を引っ張らないように頑張りますので、どうぞよろしくお願いします。沙織さん、メグさん、クリコさん、お客さん、よっしゃ、どうぞ。ナンバーワンになってやるか。見せてもらおうじゃないの、店長期待の大型新人の実力をね。ええ、望むところです。まあでもちょっとその安い早いで押してるところだから、前の感じではないのかな、接客も。ああ、女同士のプライドをかけた戦い、私こういうの好きかも。いや、そんな楽しんでくれてるね。どういうお客さんでもなんかちょっと柄悪くなってそうだよな。メグでーす。いらっしゃい、クニコでーす。お前はもうちょっとメイク頑張れ。出たよ。沙織でーす。沙織さんでーす。おい。おー、沙織ちゃんね。あ、どうぞ。どうぞ座って座って。何してんのお前ら。綺麗ですね、本当にこのお店最高。もう酔ってるじゃん、何してんの本当に。どうも初めまして。お前ら邪魔してきてんじゃん。なんだこの子羊のような目で見てくるこの二人は。え、その何、もうその星野くんは、まあ見に来たかったのかな。源田先生はじゃあもうただただ遊びに来ただけこれ。助っ人ではないよね、矢上隆之が言っていた。こいつらが助っ人だったら逆効果やこれ。細かくうなずくなお前ら、任せとけじゃないよ、邪魔よ。なんだったらどういうことですかこれは。まさか矢上さんから助っ人というのはこれ。全然助っ人になってない、むしろあもう俺と全くシンクロしてるわ。やっぱり俺ちゃんとシンクロしてるわ。これはやりづらい。なんだったらお父さんより嫌かもしんないよ。まあお父さんの方が嫌かさすがに。でもな、俺の発する意義ありは、あそれはもうケンジたちを震え上がる。自慢話してるな過去の。すごいですね、
さすが弁護士先生。ああずるいですよ源田先生ばっかり。僕もねこう見えて司法試験でトップクラスの成績だったんだよ。こいつらはもう本当に、司法試験遊びに来ただけだよね。ちょっと待ってよ、嘘でしょ。君たちもしかして司法試験知らないの？あ、星野くん、日本一難しい資格試験なんだ。沙織さんの前でそういうのは嬉しいね。資格なんだこいつら。せっ、私も漢字検定3級取ったよ。接客下手か。そんなのと一緒にしないでよ。漢字検定も立派な資格ですよ。あの沙織さんの前で多分そういう横柄な態度は。司法試験に受かったなんて、そんなのもう随分昔の話でしょう。あなたはまだそんなことを自慢にしてるんですか？え、あ、いや、ちょっと沙織ちゃん、お客さんに向かって何言ってんの？これは先輩としての指導ですよね。しまった、あんまり星野くんがアホなこと言うからつい突っ込んじゃいました。そうですよね、つまんない自慢なんかして最低ですよ。顔見知りみたいな。でもほかすんなよ。試験はその非常に難関でして。ちょ、源田先生、なんで連れてきたのこんなやつを。え、嘘、泣いてるじゃん。沙織さん、ここは、うん、もうちょっと励ましてあげて。ここはうまくごまかして場を盛り上げる。不本意ですが星野くんを褒めるんです。ふにゃふにゃにしてあげましょう。え、なん、どれがいいの？まあ、これから弁護士になれるなんてすごい。弁護士の人が言うのもあれだけど。まあ、本当はこれなんだけど、これはちょっと沙織さん風だから、これかな？盛り上げる。弁護士になれるなんて、その、すごいですよ。やっぱり普通の人には難しいですもんね。ちょっとそのたわわなあれを星野くんに当ててしまった時にはもう星野くんは飛んでいっちゃいますからね。これ、沙織さんにそう言われてもあんまり。ちょっと何言うんですかもう。え、何です？あ、これ当ててんじゃない、たわわなあれが。こちらのお客様、シャンパンお願いします。ちょっとさすが弁護士先生。そうだね、売り上げも取らないとね、この女たちに見返すには。いやー、俺はいい部下持ったな。いや、お前ら本当何しに来たんだ。はい、で、どのシャンパンにすんの？ドンペリでしょう。もちろん一番いいやつで。弁護士先生。すごい。でもよ、この人数だと追い込まれてる。足りなくないか。追い込まれてやんの。ですね。じゃあ一番いいのを2本で。うん。いや大丈夫、ちょっと安めの店になったとはいえ。もうお好きにどうぞ。数80万とか行くんじゃない日本で。どんどんやってくれ。全然相場感知らないけど。ごちそうさまでーす。ちょっと星野くんにはかわいそうだけど、いい勉強になったはずです。いや、まあね、売上ナンバーも目指しつつ、いや、てか、まあでもそうか、売上上げてるってことが阿久津に入ってボーナス、阿久津が会いに来る可能性があるので、まあ、これはこれで星野くんとか源田先生が来た意味があるのかな。こっちの自由にできるから。ああ結果お礼ということでいいでしょう。もうこの先生たちに早く帰ってもらいたい。でも本当にちょっと星野くんの綺麗な沙織さんが見たい欲に来たのはわかるとして、け源田先生はただただ全てを忘れて遊びに来てるよね。こうやってたら阿久津が来んのかな。聞いてくれよお嬢さん方、俺は今夜は楽しいぞ。キャバクラってのはいいもんだなってつくづく思うわけだよ。全く同感です源田先生。とにかくここは、なんかこいつらは記憶を消してきてる。あー、もう毎晩ここだ。朝まで痛い。やだ。大丈夫か。ちょっと周りの女の子たちも乗ってきたね。また来るってことならキープボトル入れちゃいません？いいじゃないですか、弁護士お金持ちなんだし。そうだな、いや、お金はそんなにはないんだけど、今日はもういいよな。ボスかっこいい。星野くん持ちではこれでいいんでしょうか。こんなに飲んだら源田事務所が貧乏になりかねないんじゃ。いや、さすがに事務所の金は使ってないでしょう。神室町で弁護士やってんだから、まあそれなりにね、もちろん稼ぎはあると思うので。
でも売り上げが見込める人と認められなきゃ RK の阿久津と会えないんですもんね。まあそうだね。あうん、やっぱそういう意味では2人が来てくれてよかったかもしれないな。いやでも星野くんおもろいな。あれれ沙織さんどうしたんですか。浮かない顔しちゃって。ほらじゃあ星野くん今後のお付き合いに関わるよ。沙織くん君はなもうちょっと愛想よければ華やぐのにと。おい俺は常々思ってたんだ。常々じゃねえよ。なんかお客さんたちって沙織さんと初対面じゃないんですか。うん、そういえば確かに。なんかちょっとこのアホな男ども酔っ払ってきやがって、うん、まずいですね。ここで変に知り合いだとバレたら私めちゃくちゃ怪しいじゃないですか。そうだよな。何かを探りに来てる人ってなっちゃうもんね。不審に思われて RK 接近する潜入作戦も全部台無しになってしまいます。うん、どうなんでしょう。僕たち知り合いだとなんかまずいんでしたっけ。星野くん、まずくはないですけど私たち初対面じゃないですか。おかしな先生、もうなんかもう初対面って俺たちのか。もう金玉蹴ってやれ。もう二人とも、メグさんとクニコさんが変な目で見てるじゃないですか。別にそういうわけじゃないけどさ。ちょっと2対1になったら2の方が信憑性高くなるからさ。自然は不自然だよね。どうしよう、ここはうまくやんわりと話題を変えてやり過ごしましょう。顎うわ全部見て。現代、いやでもやっぱりちょっと星野くんの反応見てみたい気もするな。星野くんの耳元に囁いちゃう。うわ膝乗っちゃうか、これもう虜にしちゃうか星野くんを。なんかメインストーリーの夜俺はただただ楽しいんだけど、これやっちゃうかな。源田先生にスリスリしちゃうもありだけど、いやもうちょっと星野くん興奮させちゃおう。私たち不自然だって星野先生。沙織さん急にデレデレしちゃった。私自分を抑えるのがうまくできなくて。星野くんチャンスよ。ああ沙織はいけない子なのかな。やめろその声。星野くん、おいなんかケチからんぞ。これ聞いてんのか二人とも。あねえちょっと俺らのとこにもあの子呼んでほしいんだけど。と評判が。沙織さんをご指名でございますね。俺も来てもらいたい。待てよ、なんでお前ら。お前これはおい皆様お、キャストが足りてなさすぎるだろう。なんでここに3人女性いて他に行ってねえんだよ。この新人期待以上だったみたいね。マジかすごいねこれは。どうやらうまくいったようですね。あとは阿久津から声がかかれば任務完了です。いや一日で来るかな。まあでも大型新人現るっていう速報が流れたら見に来る可能性はあるよね。ちょっとこの店の経営が心配なんですけど。全員男一人だったよね。参りました姉さん。数々の失礼。本当にすみませんでした。なんだ今の椅子のターンは。そんな今日はたまたまうまくいっただけですから。いやそんなことないです。なんかトークの持っていき方も色気だって全部負けたなって思いましたから。おかげで私も今夜はいいお酒飲めて勉強になりました。お前はもうちょっとメイクしろ。なんかメイクしろ。いや3人ともお疲れさ。すごかったね。今夜は客が客を呼んでずっと引っ張りだこだったでしょ。もう噂になっちゃった。久々の大盛況だったよ。もうバズってんじゃないか室長で。沙織さんのおかげだ。いえ、メグさんとクニコさんが一緒に頑張ってくれたおかげです。そんな、今夜の MVP は誰がどう見たって分かってます。てか、お前ら3人が裏下がっちゃったら。ここに来たってことはもしかして沙織さんに。誰が今店やってんの女性は。ああ、その通り。おまさか初日からトントン拍子に行くなんてね。さすがとしか言いようがないよ。阿久津さんからぜひ沙織さんをねぎらいたいって。金一風のボーナス支給だ。結構毎日仕事してんだな阿久津。迎えのタクシーが来てるよ。本当ですか。嬉しいです。うわすごい、本当に出るんですね。あいつ阿久津この状況でも。私もいつかもらえる
ちゃんとやってんだな。うまくいったようです。これで RK 阿久津の居所がつかめますね。まあね、居所つったらカムロ町で言うと前行ったあの RK のアジトになんのかな。結局阿久津さんはどちらにいるんですか。着いてからのお楽しみだそうだよ。阿久津さんは自分の居所をオープンにしないんだ。もちろんカムロ町のどこかだとは思うし。あ、大丈夫、帰りもタクシーで送ってもらえるってことだから。そうですか、わかりました。とっても楽しみです。まあなんか店長は信じたいけどちょっと怪しい感じあったよね今。大丈夫だ沙織さん、俺も今ちゃんとついてってる。本当に？すぐ助け行けるようにしてるから。運転手さん、今どこに向かってるんですか？いやもうすぐにそこですから。カムロ町からは出ないんですよね。ええ、ご心配なく。なんか怪しいな。この方向、多分半グレの溜まり場に向かってるな。地下にあるクラブ。ああ、そうだよね。俺が相馬と初めて会った店だよ。うん。ここんとこずっと閉まってたはずなんだけど、今夜は久々に空いてるってことかな。間もなく到着です。あれでもさ、俺今思い出したんだけど、一回沙織さんってあの RK のさ、あの坊主の白い服着たやつに顔割れてるよね。お待ちしてました。沙織さんですよね。すっごい綺麗、阿久津さんが喜びますよ。どうも。なんかその顔が割れてんのがちょっと、 RK は稼げる人を大事にするんです。怖いんだよな。ここに来たのはその素質を認められた証拠ですよ。沙織さんももう立派に僕らの仲間ですね。なんか怖い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 。なるほど、 RK はこんな調子でメンバーや仲間を増やしてるんですね。まあでも実際稼ぎが良くなるんだろうな、こうやって認められたら。気前のいいボーナスと外面のいい男のことで稼げるホセたちを抱え込むわけですか。なるほど、優しめの RK だったんだな今のやつは。それじゃあ僕が案内しますよ。お願いします。まあ雰囲気変わってるとはいえさ、まあ、化粧の感じとか変わってないので大丈夫かな。阿久津さん、今夜のヒロインをお連れしました。クイーンルージュの沙織さんです。あいつが出てきたらやべえんだけど。なるほど、こりゃ前評判以上だ。来なよ、頑張り屋さんにはご褒美をあげて明日もっと稼いでもらう。阿久津さんの噂は金がね、有名人と会えるなんて嬉しいです。まあ座んなよ、疲れてるとこ釈放しろなんて言わね。うわ、高え酒だ。半端じゃなく高いんだよこの酒。無粋か。でもこれ言わねえとせっかくの誠意が伝わんねえだろ。そんなこと。そしてこっちがお待ちかねのボーナスだ。100万円入り。おお、普通の OL さんなら大金だよな。たった一日で。誰にとっても大金ですよ。ほう、弁護士にとってもそうなの。おお、やっぱそうかよ白崎先生。どういうことですか。顔がバレてるから。いやいや、そうそう、こいつよ。やっぱり前に RK に探り入れてきたんです、この女弁護士。いや、そこちょっと俺もずっと気にしてたよ。本当に川合のことを聞き出そうとしてきました。カムロ町はさ、もううちのもんがいろんなとこで目光らせてっから、怪しい動きするやつはすぐ情報が伝わってくるんだ。いや、もっと前髪を下ろした方が良かったかな。俺や相馬の居所をこそこそ嗅ぎ回るようなやつは大抵殺のスパイだな。それが今日は弁護士の女先生とはな。うっそ、さっきまで楽しかったのに。星野くんと。なんで俺んとこに来た。誰の差し金だ。あ、どうやらまずい状況みたいですね。弁護士の割には鈍いな。今頃理解できたのか。まずい状況なのは私ではなく、あなた方です。かっこよすぎだろ、かっこよすぎだろ。なんだ、来ますか。うおー、東よ、思ったより探すの大変だったよ。
阿久津。そら戦闘員だもんね。あ、沙織さん来た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 、よかった。沙織ちゃんの糸引いてたのはお前か。久しぶりだな。三下のお前が組抜けてから小山の大将だって。笑わせんな。三下はてめえだろうが東。あ、結構ここお前らだけで乗り込んできた同僚みたいな感じなのかな。いやがみ、お前は一度拾った命だったのに。いや、お前死にかけてただろう。なんだったら全員で揃っちゃいないよ。あ、お本当にぶっ殺すのは。いやー、来たー。その方なんだがよ。とりあえず今夜は、てめえらで我慢してやる。熱っ。カイト、てめえまだ殺されたんなかったか。ちゃんと間に合ったか、カイトさん。戦いのゴングを鳴らすのは、今日ここまで頑張ってくれた沙織さん、頼めんかな。え？美人が鳴らすゴングなら、余計に気合も入るってもんだ。おう、いっちょ景気いいの頼むぜ。負ける気がしねえ。そうですか。ではお三方、やっておしまい。いいねえ。ちょ、おお、すげえすげえすげえ、自動で入った。あー、ちゃんと感知したんだな。お腹もう大丈夫か。あ、なんか俺が操作する前に終わっちゃう気がするんだけど、このバトル。あ、ちゃんと防御して取ったよ今。大丈夫だよ。うわー、すげえ、ちょっとリッチだなー、ここの戦闘。ナイス東。うわ、すげえな、だいぶ長いよ。ハングル中で歩け最高カンバー、靴。うわ、今の倒し方めっちゃ痛いな。首折れたんじゃないの。まだまだ雑魚はいますか。いや、じゃあちょっともういろいろこれで蹴散らしてみようか。よいしょ。あ、なんか入ったよ。あ、阿久津に入っちゃった。かっけー。あ、いいね。うわ、すげえ、ちょっとメイン級に倒した。おい、早速出ましたよ。とりあえずこの乱舞のもう一回。なんだこれは。あ、いいね、集団戦で使えるやつ。いいね、いいね。阿久津も入ってたわ。いや、やっぱね、この乱戦になるとこの乱舞が生きてくるわけですよね。 OK。 あ、切れちゃったか。この彼ら、あ、彼ら倒したわ、よかった。行って、あいつ俺ばっか狙ってきやがんな。じゃあとりあえず周りの雑魚を倒していくか。今 EX ブーストもできないので、地道にこうやって倒していこう。さあ、あとはもうちょっとかな。で、まあこうなると最近ね、結構この権威の、まあ、DLC のバトルスタイルだけど、これがね1対1では回避能力高くて、今ちょっと回避できなかったできなかったんだけど、よし、こうなる。あ、でかめっちゃ欲しいな。どうせだったら使うか、タフネス Z。まあちょっともったいないけど、で1対1になると結局俺勝負になるんだけど、やっぱ1対1は、あ、来た、これなんかね来るか。お、うわ、早かって、避けれたけども、避けれたけれどもだな。あっぶね。いや、あ、つかこれを、オッケー、よいしょ。みんななんかタックしたいな。あ、いいねいいねいいね。攻撃されたらターゲット向くんだな。いや、そう、これ1対1だとね結構強いんだよな。中でも、あぶ、あぶね、今全く見てなかった。よいしょ。いや、だいぶ強くなった。まあ、ちなみに戦闘中なんであれなんだけど、まあ一戦とか演武流れ剣結局なんかまんべんなく SP ポイントがあるので、まあ割と取っててね、このロックとか解除されてないところはできてないんだけど、なんで割とどの、うん、バトルスタイル使ってもある程度勝負はできるかなってところで、まあ、流れね結構序盤使いすぎていたので最近はあんま使ってないんだけど、あ、くそ、使われたか。流れなりすぎて防御忘れちゃうんだよな、受け流しできるって思っちゃって。って言ってる間に、まあもうちょっとラクスを倒すことができるね。これだいぶ
間でちゃんと成長させて、ああストーリー進めてくることができたってことだよな。よっしゃ、行くか。あ、なんか今できたな。よいしょー。あ、倒してった。いやでもいいねー、かっけー。うん、燃えてたよ、かっこよすぎるだろ。ちょっといろいろ聞こうか、靴。